中華人民共和国国防部本部中華人民共和国国防部本部2000年以前の本部国防部本部前のオフィス北海公園より撮影中華人民共和国国防部は中華人民共和国の国家行政機関で国防に関する業務を担当する最高国家行政機関である国務院の構成部門の一つ国防省に相当する長官は国防部部長 中華人民共和国国防部は1954年憲法の交付に伴い国務院の機関として新設され、武装力の建設の指導を担当し、軍政面で国務院総理の命令を受けた。しかし、1975年憲法では、武装力の建設を指導するとの職務が削除され、この職務は総参謀部が受け継いだとされる。1982年憲法では、 国防建設事業の指導と管理と規定され、これは核兵器を中心とする先端的兵器開発による国防力の強化を指していると考えられる。また軍令面では、1954年に人民解放軍総司令の職が廃止され、国防部部長がその職務を継いだことにより、統制権を有する国家主席の命令を受け、軍令をも掌握した。 しかし、1959年に林彪が国防部部長となると、軍事機構の改革が断行され、軍の指揮、党政権は中国共産党中央軍事委員会に移行され、東昌平政権においては、党中央軍事委員会常務副主席が、軍令の権限を掌握した。現在の国防部は、対外的に中国の事実上の国軍とみなされている。 中国人民解放軍に対する指揮、統制権を保有していない。中国の政府、軍はすべて中国共産党の領土を受けることが憲法全文に明記されており、中国人民解放軍は中国共産党中央軍事委員会が指揮する。国防部は主に編成、装備の調達、訓練、兵器の研究開発、外国の軍事筋と連絡などを担う。 軍政機関としての役割を果たしている。中国連軍事参謀団、各国の駐在部官は、形式上、国防部が管轄している。国防部長は常に、人民解放軍の将校であり、大抵は、中央軍事委員会の委員職を務めている。中華人民共和国国防部は2000年まで、北京北海公園西側の広橋、 中国人民解放軍総参謀部の隣に置かれていたが、現在は中国人民革命軍事博物館の隣に置かれている。また、中華人民共和国国防部は、北京の西山及び玉泉山にもオフィスを持っている。平松133ページ。平松138ページ。平松140から141ページ。平松 134ページ。平松135から137ページ。平松141から142ページ。ありがとうございます。